これから第1シード選手が続々登場してまいります。48キロ級の準決勝、白が角田夏実選手、青が辰川里奈選手という顔合わせになります。かつて2020年の講道館杯では辰川選手が指導3で勝利したというカードです。あの時は角田選手が減量調整に苦しんだという試練の大会でもありました。角田選手は昨年のブダペスト世界選手権で見事優勝を飾っています。角田選手しっかりまず釣り手で前襟を持って間合いを取ります。辰川選手それをクリアして近づこうとするところですが、互いがなかなか引き手を持てない。釣り手1本のところから両襟を持って巴投げ、そうですね、すぐさま寝技を狙います。ちょっと顔側が見えないんですが、待て、はい、はい、離れたところで位置の取り合いから試合がスタートします。角田選手ちょっと面白い組み方をしました。自分の右に走ってついてきたところに左の襟を持っていきました。辰川選手釣り手で袖を押さえたところから今度は角田選手が持ち返して目まぐるしい攻防。ちょっとお互い組み手にこだわりすぎましたので指導が入るかと思います。主審が取り組まないというジェスチャーで指導を両方の選手に与えました。1分20秒が経過したところ、辰川選手ちょっとステップを切ってアプローチしたんですが、角田選手が近づく前に止めてしまいました。袖を掴んで、はい、角田選手が引き手両方持てるかなと思った瞬間にしかし辰川選手先に背負い投げの形で潰れて無力化してしまいました。先ほど見せたスイッチしての脇を刺しての腰技です。ちょっと角田選手の普段の国際大会等を見ているとなかなかこうやりにくそうな試合というのはないですよね。やはり辰川選手が上手いんでしょう。はい、それもあると思うんですけど、先ほどあの面白い技展開ですっていう古田さんからお話あったかと思うんですけど、はい、今回のアンケートの展望にですね、はい、あのいろんな技をかけるようにしたいと角田選手書かれているんですよね。なるほど、そういった意味でいろんな技が今見えているのかなっていう、はい、なるほど、ちょっと面白いですね、はい、角田選手先日の国際大会では今までになかった体落としを見せたりなど私を抱いての対応としたので新しい技を着々盛り込んできているとかそういう野心もあるんでしょうね。そうですね、まあ、これといった寝技関節技持ってますからね、あの新しい技が増えることによって得意技がより決まるといった、はい、まあ、意味でも、まあ、そういったことをこういった場でチャレンジしていくっていう、なるほど、試していくっていうんですかね。辰川選手が袖を今まで押さえていたものは一転今度は同じ右で背中を狙いに来ましたがこれは潰れてまで、辰川選手のこの組手の出し入れも素晴らしいですね。容易にこれは攻められませんね。ちょっと角田選手珍しい家庭の飛ばし方をしました。手順を超えて一気に背中を叩いて内股という策に出ました。も得意な内股ですね、角田選手、はい、ちょっと今までのこう手先のやり取りからちょっとジャンプした形でしたね。はい、あ、なるほど、得意の形ですね。先ほど角田選手が内股をかけた直後に辰川選手に指導が1つ与えられて辰川選手は指導2つを負った形になっています。持ち替えて両襟の巴投げから正体正面に座り込んでの寝技につなぎます。突っ込んでつなぎましたがこれは待て。
藤選手2本持っています。立川選手背中を向けてしまう形で、あえて膠着を起としました。ただこうやって止めていても立川選手指導2本もらっていますからね。そうですね、あの技が必要になってきますね。相手の良さを消すぎずは本当に弱い立川選手ですが、指導2を追ってしまいましたので、ちょっと能動的な仕掛けがもう一つ欲しいところ、具体的な技が欲しいところという状況でゴールデンスコアの延長戦となります。なんか話してますねすごいな。前に行動感入ってた時に顔がぶつかったシーンがあったことが伏線にあるのかしら。内巻き込み、まさに谷本さんの言った通り、ちょっと大きな自分の技が出ます。立川、そのまま片膝をついたままの大内刈り、坪本選手は引き込み返し、体幹を使う。しかし回った瞬間に立川選手両腕を張って距離を作ってしまいました。もう徹底してますよね、この辺り。うまいですね、ディフェンス力、対応力。対応力。いや、ただ全日本の合宿をやっていてもですね、はい、60、それこそ63キロ級ぐらいまでの選手たちとやるんですよね、角田選手ってね、技を。なるほど。その選手ですら怖いっていうぐらいなので。なるほど。いや、本当に。お互いが浅く釣り手を持ったところから角田先生、襟を持ってこの腕をすくう、持ち上げてしまえば足でも腕でも残っているものをすくってしまうという角田選手の独特な、うまい、足で相手の腕を挟み込んでロックしています。膝固めの形から十字につないで固定したまま崩れ紙塩固めに行こうとしたんですが、ロックが溶けてしまいました。あのロックが継続されていれば足を抱えた時点で抑え込みの判定がかかるんですけど、立川選手やはりさっきの引き込み返しを逃げたのもそうですけど、ここさえ外せばという勘どころを見るのがやはりとても上手ですね。そうですね、一気に2本の手で襟にアクセスしました角田選手。今度は引き手で内中袖を掴んでいます。両序盤持った共投げいけます。共投げから関節、もう全然組み立てを変えてますよね角田選手、はい、ちょっと攻めが積み重なってきましたね。どうでしょうか、もう一回見るでしょうか。見ます。今のアプローチもまた雰囲気を変えましたね。はい、相手の左前隅に走りながら小走りに距離を寄せていきました。また中に体落とし、立川選手としてもあのアプローチをして攻めてる姿勢を見せていきたいっていう、はい、まあ、印象がある、あのそういった思いがあると思うんですけど、でも角田選手がそうさせないっていう、まあ、そこにこういった組み際の前のアクションが出てきてるんでしょうね。はい、ただ角田選手、あの股中に体落としを崩し技で落としていったら、いったが最後立川選手が切り返しの技を狙って、立川選手本当にこういう対応がうまいですね。軽々、はい、にいけないですね。かけたことで角田選手が逆に抱いた。待て、さんのおっしゃる通りで、20秒前ぐらい、30秒前ぐらいは角田選手がもう少し攻めればっていうストーリーはあったんですけど、ちょっと今もうリセットかかって、そうです、リセットかかったように思います。角田選手が寄せているところ、浮き技の形で立川選手が体を捨てて、しかし腕持ててますかね、ちょっと遠くて見えないのですが、十字に入ろうとしているようには見えます。残ってますか、はい、柔道やったことのある方々だったら分かると思うんですけど、立ち技と寝技が混じると非常にこう体力を使うというか、寝技なら寝技、立ち技なら立ち技ならまだいけると思うんですけど、この2つを同時にやるっていうのは非常に体力消耗が早いですよね。なるほど。
意味では今日すごいですね角田選手の体力という部分でも、はい、GS 延長戦は3分28秒を超えましたが角田選手、まあ、一種淡々と立って寝て攻め続けています、うん、角田選手の手が立川選手の顔に当たって第1試合中ただいまの試合ちょっと試合が止まっています。角田選手が内中袖を押さえたところに大きく左の一本背負い投げた。今のいいところでしたね、はい、先ほどは角田選手あえてちょっと浅めにあの釣り手を内側から袖を押さえることでブロックしてたんですが、はい、それを利用した形となりました。角田選手が寄ろうというフェイントを見せたところ角田選手捕まえました。潰さない容易に潰さないんですがここで待て。右の体落とし。お互いにちょっと走って抜け出すと相手がついてくる追走してくるという形でなかなかこう指導につながるような作りができません。そうですね。細かい一進一退がずっと続いて対局で見ると試合が動かないという形のこの1分間になっています。ちょっとあのテクニックは垣間見えるんですけどこうあんまりこう試合のコントラストがないですね。はい、あそうですね、コントラスト、なるほど、うまい表現ですね。僕ら動的膠着って言ったりするんですけど動いているんだけど膠着してる、はい、あ今の立川選手の左の大腰を右の大腰を受けて角田選手に指導が与えられてスコア 2-2 となってしまいました。どちらも指導に負って後がない状況。まあ、でもなんか叱るべき平等になったような気がしますね、はい、相手の下がり際に戸田選手が巴投げ首裏を押さえて頭を下げさせて引き込んだ状態の寝技につなぎますが相手の胴を挟み込む形になってこれでは攻めが続きません。待てになりました。少し角田選手の攻撃が止まりましたね。手が残ってしまった。大丈夫でしょうか。この組み合わせが決まった段階から角田選手がここで勝ってもおそらく長い試合で消耗するのではないかという見立てがあったのですがちょっと予想をさらに超えるというかすでに試合時間間もなく10分となります。もしかしたらあの先ほどあの前半戦非常に攻めていたという本戦の時ですね、はい、攻めていたというのはそこでポイントを獲得して早めに終わらせたかったという意図もあったのかもしれませんね。決勝を考えるとここで体力は使いたくなかったはずですがとにかくしぶとい立川選手お互いが指導2を持っている綱渡りの状態ですからもうアクセル緩められないですよね。そうなんですよね。ずっとアクセルを踏んでなければいけない状態ですからこれは厳しいと思います。上から首裏持ちに行ったところ立川選手またも抱きかかえ最後寝勝負になってからあの浮き技みたいな状態で崩しましたがああいうちょっと体の体重を使ったというかジャンプするような展開が欲しいところですね。そうですね、うん、動きがあると、はい、何らかの
まあ、ジャンプって具体的なジャンプではなく展開的なジャンプ力がちょっと欲しい時間帯になってきました。辰川選手の顔から出血がありましたため試合がしばらく止まっております。柔道は耐震競技のために出血ということに関しては非常に厳しいコントロールの厳しい競技です。出血がある状態、さらに出血する可能性がある状態での試合続行は認められません。しっかりした止血が求められています。今はその処置を行っているところ。角田選手ちょっと考えていますね。そうですね、先ほど待ての時ですね、ちらっと時計を確認したんですよね、多分戦い方を、まあ、考えたのかなっていうふうにも見受けられましたけど、まあ、この休憩が少し入るのでここで少し体力を取り戻すんじゃないかなというふうに思います。なんかお二人双方の選手にとってポジティブな今休憩時間かなと思って。なるほど。多分二人とも出口ないな、どう、うんうんうん、どこをつつくかなっていうふうに思ってたと思うので、ここで頭の整理をされて面白い展開になってくるんじゃないかなと思いますけど。辰川選手は両方で袖も押さえるし両方で抱きにも出るし遠い前近い前でかなり技術を繰り出しているんですけど、角田選手はもう少し奥行きがありそうな気がします。どの引き出しを開けてくるのかなというところですね。この小走りが小走りして引き手側に回り込もうという動きでした。背中を持っての前技という選択に出ました。手が離れて角田選手が潰れて待て。一つ角田選手がアクティブな技を積んだという格好で継続となります。ここで2つ3つ続けられるかどうか。そうですね、小外刈り2つ続きました。塚選手ここ正念場ですね。そうですね、攻撃3つ目が続くと指導が動くというふうにも、まあ、認識としてありますもんね。はい、可能性が大きくなります。引き手持った。今日のジャッジであれば巴投げ、また中に、つま先を差し入れて膝を伸ばす形で、持ち上げようという角田選手独特の巴投げですが、これで3シークエンス角田選手の攻撃で終わった形になりますが、もう一つと見たか辰川選手抱きに行きました。私が角田選手だったらもう巴投げだけ狙って投げれないけど体を浮かしてアクションを起こして、なるほど、早くジャッジしてもらうっていうストーリー。再び顔面出血があったようです。辰川選手の顔に今の巴投げの際に角田選手の膝が入ってしまったようです。死闘という感じになってきました。そうですね、先ほどのこういったタイミングのそうだったんですけど、はい、角田選手後ろを見てこう微笑んだりとか、はい、していますよね。この中断がかかる直前、角田選手が3回攻めていたというあれはあるんですけど、それは審判の中にやっぱり積み上がっているものなんですかね。そうです、審判の立場というよりもまあ、コーチボックスに入った時に、まあ、3度目のに必ず指導が動くであろうというので3回攻めさせるということをよく掛け声、声としてですね、アドバイスとしてはよくしていたんですけれども、3度目が巴投げで少しもつれた形だったので、もう一回見ようと、まあ、そこは、はい、またリセットされてしまったのかなというふうに。なるほど、割と国際大会だとそういうふうな形ではっきりとこう3度目に指導があってあったりしますもんね、はいはい。最後が前技だったりしたら今のは行った可能性があった、その可能性は、はい、あったと思います。ただあれだけ国際大会で、ボコボコ一本を連発している角田選手が今日は前の試合この試合と指導の取り合いになってます。やはり一筋縄ではいかない大会ですね。そうですね、研究もされてきているというのが見て取れますね。笑顔で始まりましたね。今の選手という感じですね。そうですね、辰川選手
体落としから左の内背負い投げと2つ技を積みました。2セットかかりましたね。かかりましたね。相手に消極的試合姿勢の指導を押し付けるのには1回の攻めではなかなか難しいです。自分の展開で終えることが2度3度と必要になるんですが、その2度3度と積み上げている途中で相手が攻めて終わるシークエンスがあるとどうしても指導にはつながりにくくなってしまいます。立川選手先ほど続けて攻められたんですけど、先ほど攻め返したことで押し戻した形となりました。今はお互い消極の指導はなかなか出ないなというタイミングになります。さっき右の体落とし、角田選手が引きずり出すようにしての前技からこの動作で腕を出して寝技につなごうとするのですが、立川選手腕を引っ込めて耐えました。なかなかね、ちょっと旗判定がないのが難しいんですけど、今の格好、まあ、何も汚い格好ってこう、はい、角田さんが2手3手あと1本のところで、立川選手が、はい、支配率を戻すというような、はい、本当に、消化してるって格好になってますね。両襟からともに、はい、角田選手もうちょっとあの畳みかけてほしいなっていうところと、立川選手は逆にもうちょっと支配率を伸ばしていって相手に攻められたものに対してアクションというよりは先のアクションという打ち手が欲しいなと。今のところはあくまで押し返してタイに戻す展開が続いているという形ですね。立川選手はそうです、そうです。背伸びをしてこう指導のラインまで伸びているのは角田選手なんですが、左打ち巻き込み、ただ角田選手受けて終わるだけではなくて左の腰車につなぎます。ルール設計上そこの試合率を伸ばしに行ったっていう部分は評価されないので、はい、難しいところです、ね、あの攻めに出てあの自分が攻める状態を作ったんですけど、一つの技でリセットされて選手ががっくりしちゃうっていう展開も国際大会よくありますよね。こんなに体力使ったのに何も得られなかったということで心折れる選手も国際大会では多かったりします。あ、これは立川選手良い形だったんですけど、角田選手逆に相手がいい形ということで自分の方が先に攻める選択を取りました。後ろからね勝負、相手を下に敷いて接した十字の形なんじゃないですか。ちょっとここ私たちのところから背中側なんですが、あの浮き固めに、あ、まだ足が絡んでるんですね。ただ手は下から入っているので、角田選手腕はキャッチできていると思われます。伸ばした腕ひしぎ十字固め一本、腕ひしぎ十字固め一本、最後は角田選手得意技で決めました。 GS 延長戦は10分0秒、試合時間14分の大熱戦でした。大変な試合でしたが取り切りましたね。そうですね、そうですね、やっぱりそこでもあの得意技で勝ち上がるというのはすごいことですよね。48キロ級の準決勝第1試合は角田選手が腕ひしぎ十字固め1本で勝利。